ぐらい行ってたみたいな、うん、やっぱ英語さんになるなぁ、ね、ああいうムービー、はい、まあそこから各選手まあ特にあの日本人だけどやっぱ日本語だとちょっとなんか、まあ、各チーム古いチームではねなんか良かったりしたでしょうし、デリアリ選手は弟のように持ってる、うん、あとはねこのファーストラウンドなんか一時期英会話習おうかなって思ってたけど、この立ち上がりが見てみたいですね、俺無理だなと思ってやめたわ。あのインタビューでも何度か答えてるようにデリアリ選手が書いていたのかな、はい、入ってこねえな頭の中に。やっぱりこう自分たちの戦い方っていうところを、うん、まずはこうちゃんと通したいってところあると思うんですよ。まあ、緊張英語初心者さ、喋ってるやつ多分一つ一つ単語をさ、ターミコーチとバイルコーチの対談の聞き取ろうとするやん。ね、動画に上がったから皆さんご覧いただいたと思いますが、あると思いますけれども、はい、まずはもう結果がどうであれ、無理、まずはこうなんか単語全然聞き取れない。に楽しんでいただけるような、要は自分たちらしい試合をまず披露したいなっていう話、ちょっとで言い方違うと思いますけど、はい、あったと思うので、まあ、本当にその。打ち負けない恐れない打ち合いの強さっていうのは、うん、ノーセプションのいいところでもあり、それが出せるか出せないかっていうのは非常に大きなところですから ね、 そうですね。オフラインはそれ出せてましたからね、うん、はい、今回その英語で会話できる恐れない、ね、強さっていうのは前にプレーでもね、ぜひ見れたらと思いますね。楽しみですね本当に。あと我々のあのちょっと年齢がいった世代からするとね、うん、まあコーチのインタビューのお話もありましたけども、もともとウィメイドフォックスだったりとかね、はい、プロジェクト KR も含めてですけども、コーチのターミコーチ、あとバイルコーチがもともと同じチームで戦っていたっていう、ね、そうね、うん、ちょっとかすれたくらいの、まあ、なんだったらグローも、ね、グローもいたし、あとソロペリソロペリあ、俺はね、皆さん見てない方いらっしゃったらぜひあのバロナントジャパンの動画で2人の対談インタビューありますか、ありますからね。何いつも海外の人と喋るときだけああいうなんかあれない、そうかそうか、はい、エピアのとき見逃した方はぜひチェックしていただければと思います。